のお母さんからお洋服が送られてきたのだ。わあ、フリフリの可愛い服なのだ。えへへ、いつもは男の子っぽい服ばっかり着てるけど、たまには僕だってこういうのを着てもいいよね。おはよう、ずんちゃん。今のお母さんなのだ。あら、今日は随分と可愛い服を着ているのね。広がったスカートがとっても似合ってるわよ。本当なのだ？おかしくないのだ？全然おかしくなんてないわ。本当に可愛くてお姫様みたいよ。わーい、嬉しいのだ。お姉ちゃんにも見せてくるのだ。いいわね、きっと褒めてくれるわよ。つむぎお姉ちゃん、つむぎお姉ちゃん。あのね、僕。あん、ずんだもんかよ。うわ、だっさ、なんだよその格好。お前がスカートとか何考えてんの？全然似合ってねえよ。気持ち悪い。もしかして男受けでも狙ったつもりか？女に目覚めたの？生理でも来たの？でもさ、そんな格好をしてたら男でも引くだろ。勘違いしすぎ。少女漫画じゃねえんだからさ。これだから緑野郎は嫌なんだよ。日本人の常識感覚が通じねえもんな。それにしても何これ、手作りなの？すげえ安っぽい生地だな。貧乏くせ。縫製も下手くそだし、誰に作らせたんだよこんなゴミ。あ、何？泣いてるの？うっざ。泣くなら自分の部屋で泣けよう。うるせえから。つむぎ、あなたはなんてことを言うの。お母さん。人を侮辱すること、差別することは最低なことですよ。ずんちゃんに謝りなさい。うぐ、うぐぐ。なんでだよ。なんでアーシが謝るんだよ。謝るのはむしろこいつだろう。おい、クソ緑。ダサくてごめんなさいって言えよ。日本人じゃなくてごめんなさいって言えよ。ぶりっこして、お母さんに取り入って。アーシからお母さんを奪い取って、ごめんなさいって言えよ。つむぎ、いい加減にしなさい。バチン。うっ。また、殴ったね。お母さん、こいつがうちに来る前は、手を挙げたことなんて、一度だってなかったのに。アーシのことを、もう、1ミリも愛してないんだね。よくわかったよ。お母さんは、もうアーシのお母さんじゃないんだ。そいつのお母さんに変わっちまったんだ。